一日鉄道警察隊長に任命されたイラストレーターの今里麻里奈さん。今里さんはこれまでも京都府警の依頼を受けてイラストで犯罪の啓発活動に取り組んでいて、今回は痴漢や盗撮の撲滅のため対処方法などが書かれたパンフレットをデザインしました。内容が入ってきやすくって、でも誰にでもこうメッセージが伝わりやすい、なんかそういうのを意識して書きました。警察によりますと、人手が増えたことから電車内での痴漢や盗撮に関する相談件数は先月末時点ですでに去年や一昨年の1年分と同じ水準だということです。